どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空マイレージプラス購入 50% オフキャンペーンっていうのがですね開始になりましたので、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスっていうのは、基本的にですね、マイル購入していただくと、80% から 100% の増量キャンペーンっていうのがですね、年間ね、結構やってるんですよね。100% 増量もね、2、3回ぐらいね、やっておりますので、今回ね、50% オフキャンペーンということで、今回は増量キャンペーンではなくて、もうマイルの購入自体をですね、50% オフにしますよっていうキャンペーンなんですよね。で、今回ね、50% オフキャンペーンということで、すごいね、安いようにね、思われる方もね、いらっしゃるかと思うんですけども、実はですね、100% ボーナスマイルキャンペーンの時と、マイル購入単価っていうのは同じっていう風になりますんで、まあ、今回のね、50% オフということで、細かくね、購入できる点としてはですね、結構いいのかなというふうに思うわけなんですけども、すごいね、お得ですみたいなね、そういった感じではありませんので、この点ね、注意していただいてですね、今回のね、動画見ていただければなと思います。ユナイテッド航空のね、マイレージプラスっていうのは、ANA のね、国内特典航空券をね、お得に発券することができるということで、またね、経由便とか、エスカショーニストパークっていうね、ちょっと口が回らないんですけども、こちらをね、利用することができるということで、かなりね、人気のマイレージプログラムっていう風になっておりますんで、ためられてる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではね、早速キャンペーンの詳細ですね。まず、期間がですね、2021年の11月の1日22時からですね、2021年の11月の5日13時59分までっていう風になります。こちらはですね、ちょっと公式サイトね、あの概要欄に載せておきますけども、こちら日本時間っていう風になっておりまして、公式サイトはですね、米国東部時間で記載がありますんで、ちょっと私の方でね、日本時間に変えておりますんで、この点はね、ご了承ください。で、キャンペーン期間はですね、11月の5日の13時59分までということで、キャンペーン期間ね、かなり短い近くなっておりますので、キャンペーン期間ね、注意していただいて、こちらキャンペーン終わってからね、購入しないようにね、注意していただければなと思います。で、今回のキャンペーンの内容は、ユナイテッド航空のマイレージプラスが最大 50% オフで購入することができます。で、こちらの購入条件なんですけども、5万マイル以上ね、購入していただくと、この 50% オフがね、適用になるっていう風になっておりまして、5万マイル未満ね、購入した場合はね、25% から 35% オフということで、50% オフにね、なりませんので、もしね、購入される方は5万マイル以上ね、購入していただければなと思います。で、今回のね、キャンペーンの最大購入上限なんですけども、17万5000マイルまでね、購入することができます。で、こちら購入したマイルについては、最大72時間以内にね、口座に付与されるっていう形になります。それでは次にですね、私の方でね、1マイルの購入単価の表をね、作らせていただきました。こんな感じになっておりまして、5万マイルのね、ところを見ていただきたいんですけども、5万マイルね、購入していただくと、50% のね、割引が適用されて、価格がですね、98,732円でね、購入することができます。で、括弧書きの中はですね、元価格っていう風になっておりまして、まあ本来ですね、5万マイル購入すると197,463円なんですけども、まあ、今回 50% オフということで98,732円でね、購入することができます。で、1マイルの購入単価がですね、1.97 円という風になっておりまして、今回のキャンペーンはですね、5万マイル以上ね、購入していただくと割引率ね、50% っていう風になりますんで、マイルのね、購入単価はもう5万マイル以上ね、購入していただければ、どのマイル数ね、購入していただいても、1マイルの単価ね、1.97 円っていう形になります。まあ、こういった感じでですね、50% オフキャンペーンなんですけども、こちらは2021年10月にやったユナイテッド航空の 100% ボーナスマイルキャンペーンのね、価格表なんですけども、こちらね、5万マイルのところね、見ていただければなと思うんですけども、5万マイル購入していただくと 100% のボーナスがついて10万マイル。で、10万マイルの購入単価が197,463円ということで、1マイルの購入単価ね、1.97 円っていう風に
なりますよね。ということで 50% オフのね、今回のキャンペーンも1マイルの購入単価っていうのは 1.97 円なんですよね。で 100% ボーナスマイルの時も1マイルの購入単価っていうのは 1.97 円っていう風になりますんで、まあ、今回ね 50% オフということですごいねお得のように感じられるんですけども、1マイルのね購入単価っていうのは、まあ、どちらでもね同じっていう風になりますんで、今回ね5万マイル購入すると 50% 割引でね購入できて9万8732円でね購入することができるっていう風になりますんで、まあ、100% ねボーナスマイルキャンペーンと比べると、まあ、ちょっとね細かく購入することができるっていう点だけね、まあいいところっていう風になりますんで、 50% オフだからねすごいお得だみたいなね感じで思われる方ね中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、ここはねちょっと冷静になっていただいて、 100% ボーナスマイルキャンペーンの時とね1マイルの購入単価ね同じっていう風になりますんで、この点はですね覚えておいていただければなと思います。まあ、こういった形でね、まあ、話していると、まあ、今回のキャンペーンがねあのお得じゃないみたいなね、まあ、そういった感じに思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、一応ね1マイルの購入単価が2円切っておりますので、まあ、基本的にねマイルの価値っていうのは2円程度っていうふうに言われておりますので、今回ね 1.97 円ということで、まあ、お得にね購入することができるっていうふうにはねなりますので、もしねユナイテッド航空のマイレージプラスね食べられている方でちょっとね足りないななんていうふうに思われる方はですね、今回のキャンペーンでね購入していただくのもねいいのではないのかなと思います。ということで今回ですね、ユナイテッド航空マイレージプラスの 50% オフキャンペーンということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあユナイテッド航空のねマイレージプラスっていうのは本当にね ANA の国内特典航空券がねお得に発券できるということで、またね先日ね私動画出しましたけども、仙台から千歳で羽田っていった形でね、あの経由便で帰ってきたんですけども、それもね往復取ったらね1万1000マイルで発券することができたっていう風になりますし、またね羽田から仙台っていうのは乗り継がないとね本来いけないんですよね、 ANA とかだと。そうなると2区間のねマイルが必要になるわけなんですけども、このユナイテッド航空のマイレージプラスだとこういったね乗り継ぎ便っていうのも1区間っていった形でマイルでね発券することができるっていう風になりますんで、やはりねこの経由便がね利用できるっていうのは本当に強いですよね。ですんで、まあ私みたいにですね仙台のウェスティンね先日行きましたけども、ああいった感じで行きたいなと思った時にユナイテッド航空のマイレージプラスだったらねお得に利用することができるっていう風になりますんで、まあこういったところはね本当にいいですよね。またねユナイテッド航空のねマイレージプラスのちょっと弱みっていう部分はですね、まあキャンセル料はね結構高いんですよね。まあこのキャンセル料ねもともと高いんですけども、今はねこんなご時世ということでキャンセルもね無料でできて、そのマイルはね返却してもらえないんですけども、トラベルクレジットっていうねまああのクーポンみたいな感じで帰ってきて1年間有効期限があって、またねマイルで取ってたね路線とは違う路線でもね利用することができるクーポンでね付与してくれるっていう風になりますんで、こちらもね便利に利用できるっていう風になりますんで、この点もね今はいいのかなっていう風に思いますよね。またね必要マイル数もね ANA よりちょっと少ないマイルでね利用できるっていう点もねいいですよね。ぜひねユナイテッド航空マイレージプラスね貯められてない方はですねこの機会にね購入していただくのもねいいのかなっていうふうに思いますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイルお得情報、クレジットカード、マイルとボンボンホテル、ヒルトンホテルごとについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。